こんにちは、フースターの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというチャンネルでございます。今回ですね、グランツーリスモ見てまいりましたので、こちらのネタバレありレビューをやっていこうかなと思います。もともとプレステのハードが変わるごとになんか毎回出てたなっていうイメージがあって、まあ、初代とかも僕もやってたし、プレステ2の時ぐらいまではやってたかな、多分親父が買ってたんでっていうのと、あと、監督がね、ニール・ブロムカンプですよ。はい、皆さんご存知、第9地区、エリジウム、あとチャッピーとかね、あの辺の、まあ、ハード系の SF ですね。本当に面白いフレッシュな、表現と、まあ、メカデザインですね。ああいうものを入れて見せる監督で、これがまた面白いというか、もう好きな監督だったんで、これはもう見るしかないなというところで見てまいりました。はい、ただね、最近あんま名前を聞かなくなってまして、なんか何やってんのかなというところ、まあ、あったんですけど、まあNetflix のね、 O2 スタジオっていうねシリーズがあって、まあそれでね、まあちょいちょいやってんのかなみたいな感じだったんですけどね。はい、久々に映画を撮りますというところでね、これは見逃せないでしょうという感じでございました。しかもね、今回 SF じゃなくて、結構史実に基づいたカーレーサーの話というところでね、これはニール・ブロムカンプどうやってやるんだというね、そこの辺のね興味もありましたね。カーレースものの作品なんで、やっぱ音がいい環境で見てほしいなと思うんで、劇場で見ることをお勧めします。先に言っておきますと、テレビのスピーカーだったり、まあ iPad とか iPhone とかのスピーカーよりは絶対に劇場のね 5.1 の、音見た方がいいと思うんで、これはねまず見てほしいですね。はい、最高です。音がめちゃめちゃいいんで、これはぜひ劇場で見た方がいいなというところと、あと下半期今9月ですけど、これはかなり当たりなんじゃないかなと、これ素晴らしいね作品でございましたね。はい、これぜひ見てほしいなというところです。皆さんどうでした、グランツーリスモ。これはね、みんなの意見聞きたいな。本当にいろんな側面がある映画だったと思うんでね、よければコメントをお待ちしております。じゃあこっからね、レビューの方やっていきたいなと思います。それじゃあやっていきましょう。はい、いやー、ニール・ブロムカンプ復活と言っていいんじゃないか、これは。うん、素晴らしかった、普通に。僕はね、まあ、第9地区は本当大好きで、はい、もう何回も見てるし、あとエリジウムもね結構好きなんですよ。パワードスーツっていう、人体むき出しでこう、スーツ着てるっていうのはやっぱかっこいいよね。マトリックスの3の人が乗るやつ、あれとかもね、めちゃめちゃ好きなんで、ああいう武骨なね、肉体を拡張するみたいな感じのメカ、めちゃめちゃ好きなんで、エリジウムも大好きですというところです。逆に、チャッピーがね、逆なのかわかんないけど、ピンと来なかったんですよね、当時。劇場でやってた時ね。で、ちょっと離れちゃってたなーっていうところです。まあ、大津スタジオはちょいちょい見てましたね。大津スタジオ一発目になんかやったシリーズになる前のやつかな、なんだろうね。っていうのなんか、ちょっとまあ、こっちに画像出しておきますわ。字幕がまだついてなくて、YouTube でね、こう、アップしてた時代ですね。その時に見たんですけど、めちゃめちゃ面白かったんですよね。はい。やっぱこの人面白いんだよなぁとは思ってたんですけども、そっからしばらく時間が空いて、グランツーリスモになると。なんかちょいちょい話に挟まってくるとちょっとめんどくさいと思うんで、先に言っとくと、今回音楽がね、むちゃくちゃ良かったですね。劇中のオリジナルのね、なんでしょう、BGM ですね。あれもすごく良かったし、あと既存曲ですね、これの選曲がめちゃくちゃ良かった。コーチというか監督みたいな感じでね、就任するジャックですね。あの人が好きな曲がね、サバスのパラノイドかな、はい、ブラックサバスの曲がね、随所にいろんなところで流れるんですけどね、昔の時代の男らしさみたいな、スポコンみたいなね、まあものかなっていうのを演出するのに、サバスっていうのがかなり面白いなっていう感じだし、単純に曲がむちゃくちゃかっこいいというところですね。あとパブリックエネミーも流れてたし、あとイギーポップですね、イギーポップもあったですね。あと僕むちゃくちゃ好きなバンドなんですけど、エクスプロージョン・イン・ザ・スカイっていうね、ポストロックのバンドがいるんですけど、それも流れてたりして、マジかっていうね、エンドクレジット見てぶったまげましたね。すごい良かったです。はい、音楽、エンジン音とかなんかスリップしてるような音とか、あとまあ普通に BGM だったり、そういう面で本当に劇場で見た方がいいというか、見て良かったなと思いましたね。うん、もうそれだけでかなり大満足な感じでございます。はい、こっから、話に沿ってちょっとやっていこうかなと思いますね。まず最初にね、プレステのロゴが出るんですけど、あれもね、スーパーマリオの時にね、任天堂のロゴが出てね、あんな初めて見たからぶち上がったんですけど、プレステのロゴもね、今回初めて見ましたね。
いや、すげえかっこよかった。歴代の、歴代というか、まあ、見たことあるキャラクターたちがね、いっぱい出てきまして、ラスアスとかね、お、ラスアスってことは、みたいな感じ。プレステだな、みたいな。うん、これも良かったですね。これまた、続けてなんか見れる感じがあるといいな。プレステでなんかまた作ってほしいですね。グランツーリスモっていうね、ゲームですね。はい。で、まあ、レースゲームですね。あれの、成り立ちみたいなものを、かなり分かりやすく、しかも、手短にね、見せてくれる。そしてかっこいいというね、モンタージュみたいなものがありまして、ロゴが出ますと。ロゴの、この、何なんかグリッチノイズみたいな。なんか、チャ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 ってなんかノイズになってたじゃないですか。あそこも、最近ああいう、その、RGB ですね。赤、青、緑のこの三原色をこう、ぐわーってこう分けてノイズっぽくする。僕もね、オープニングとかでやったりしてますけどね。ああいうノイズみたいなのね、流行ってるんでね。まあ、そういうのを取り入れたりしてね、かっこよかったなと思いますね。はい。で、カーリフに飛びます。はい。で、カーリフシティに行くと、ヤンが出てきますね。主人公ヤン。で、ハンドルが届くという感じでね、家でのレースシーンみたいなものがあるんですけど、あれのね、もうまずハンドルガチャンってこう刺すところでめちゃめちゃかっこよくて、あ、やっぱこの人メカなんだなっていうね。レース始まってると、このハンディのちょっと揺れてるカメラから、ちょっと揺れながらもこの、なんだろう、車体がこう、ボーンとこう出てくるっていうね、CG 合成の感じ。車のパーツをカスタムしてるときに、この、画面がこう 3D みたいになっててね、こうシャーッシャーッてこう、なんでしょう、まあ、CG で合成してるものがあったんですけど、あそこもね、なんかさりげなくていいんですよね。はい。ニール・ブロムカンプらしいね、本当にツボを得た演出だなと思って。あと、このニール・ブロムカンプは僕はね、ハード SF の人だと思ってたんですけど、この辺でね、あ、違うんだなと。この人はメカなんだって思いましたね。メカが好きなんだなっていう感じ。だからこのグラツもやったのかっていうのがかなり納得できましたね。今後の展開も考えるとね。カメラの揺れ感ですね。ハンディの。あんまでかいカメラじゃないね。なんだろう。IMAX のドーンみたいな、こういうカメラじゃなくて、結構この手で持つタイプのカメラかなみたいな感じの、ちょっと細かい揺れ方ですね。あれが、ニール・ブロムカンプらしいなっていうのをね、めちゃめちゃ思いましたね。まぁ、今回ね、大空地区とか、エリジウムとかと、違う撮影監督の人がやってるみたいなんですけど、それでもなんかそのね、この一眼レフぐらいの感じで、撮ってるようなね、手ぶれ感の感じなんですよね。ニール・ブロムカンプの映画の手ぶれ感っていうのが。はい。なんで、それがかなり、今回も感じられて、で、CG の車体がふわーっとこう出てくる、描写とかもあって、うわ、すごい、ニール・ブロムカンプ映画になってるな、ちゃんと、と思って。まず絵の時点でかなりね、思いましたね。はい。で、なんかプロデューサーみたいなね、ムーアですね、オーランド・ブルームか。はい。あの人が出てくるんですけど、結構ね、日本の描写、ちょっとね、最近ね、変な日本の描写の映画ね、多かったからね、なんかちょっと不安というか、なんか、あの感じなんだろうなと思ってたんですけど、結構しっかりちゃんと日本でしたね。これはかなりポイント高いというか、ちゃんと見てんだなっていう、ちゃんと調べてんだなっていうのがかなり感じましたよね。日産の本社に行くんですけど、もうほんとどうでもいいんですけど、僕神奈川県民で、なんならね、横浜から港未来まで、まあ、桜木町か、あの辺まで、結構歩けんすよね。15分ぐらいで着いちゃうんで、高校生はね、結構歩くんすよ。その歩くルートに、日産の本社の中を抜けるっていうのが、これ鉄板になってまして、神奈川県民からすると。はい。なんで、めちゃめちゃなんでしょうね。本当に見覚えがある景色が映画の中に出てて、結構びっくりしましたね、あそこ。あんな感じでね、車展示されてるんですよね、マジで。あそこ、オーランド・ブルームいたんだっていう、この、なんでしょう、ニアミス感みたいな、よくわかんない、この親近感みたいなものが湧きました。はい。思い出横丁ね。まあ、実際はね、あんな椅子出てないけど、そんなにね。知らないからしてるって感じじゃなくて、まあ、こっちの方が取りやすいんじゃないか、みたいなね、感じが感じられて、良かったんじゃないかなと思いますね。日本の描写はマジですごいですね。はい。金ピカのキャパかな？キャパの車の整備をしてるホッパー。ホッパーじゃねえわ、ジャックか。はい。ホッパーはストシンでしたね。で、ジャックが出てくると。で、そうするとサバスがかかってるんですよね。ブラックサバス。はい。金ピカの車、黒金のボディですね。あれにサバスっていうのがね、またなんだろうね。アイアンマンをちょっと思い出すんですよね。アイアンマンも、赤金の車だっけ、何の車かちょっと忘れちゃいましたけど、あれに、ACDC が流れてたかな、あの時確か。はい。なんで、それのなんか、魔改造というか、邪悪にした感じ。はい。
まあ、ブラックサバスはもう悪魔崇拝みたいな、そういうね、なんかサタニズム的なものもなんか歌詞にあったりするんでね、そういうアイアンマンのカラッとした感じじゃなくて、あの魔改造された結構ドスッもうドンとしてる感じがありましたね。で、ジャックがね、元レーサーで、もう、なんだろう、今、うだつが上がらない、まあ、整備士みたいなものをやってるっていう感じでね。で、ムーアも、日産のあの、レース業界での、その、復権をかけて、グランツーリスモのプレイヤーをプロにするというね、奇策を思いつくという感じで。で、ヤンはですね、大学も辞めてて、お父さんはね、元カーディフシティの、選手で、で、弟もカーディフシティのユースに入ってるのかな、はい、っていう感じでね、もう結構かなり体育会系のね、サッカー家系みたいな感じでね、この辺りで負け犬たちのね、負け犬たちがこう逆転していくね、話なんだっていうのが見えてきたなという感じ。これはね、感情移入せざるを得ないし、王道のね、展開になっていくのは意外な感じだなというね、ニール・ブロムカンプにしてはかなり王道だなという感じで、その辺の意外性があったなというところでしたね。ヤンのね、警察とのチェイスがありましたけど、あんま無理しないっていうね、あの昔前にあったのドライブっていうね映画ありましたけど、最初のあの運転のシーンとかね、かなりリアルなんですよね。駐車されてる車の中に止まって紛れるみたいなシーンがあったりして、スピードでねぶっちぎるよりね、そっちの方が効率的だなみたいなところがあったりして、かなりリアルだったんですけど、今回もそういうね、ちょっと路地裏に隠れるみたいなのもあったりして、あ、これはリアルだなというところですね。かなり頭の良さというか、普通の乗用車だからね、そんなぶっちぎれないし目立っちゃうからね、というところでちゃんとリアルな描写になってたなという感じがありましたね。夜中に家を抜け出したのをお父さんにね見つかっちゃって、そのせいでちょっと仕事をね手伝わされるんですけど、そのなんか鉄道のなんか整備かなんかなのかな、そこのシーンに繋がっていくんですけど、そこがまたね、なんかフェチ感じるんですよね。また車にもあったけど、その連結するこうガーンってくっつくとこのアップだったり、まあ煽り気味のね絵があったりと、メカなら何でもかっこよく撮れんだこの人っていうところがかなりありましたね。電車までかっこよく撮るんだなっていうね、ほんとメカ愛がねめちゃめちゃ随所に溢れてますね。素晴らしいです本当に。別に SF じゃなくてもこの人やれるんだっていうのをかなり証明してるんじゃないかな、この作品は。で、その後あの GT アカデミーのね予選をね無事突破しまして、で、GT アカデミーに入学というか、入門というかね入っていくんですけど、こっからね、なんでしょうね、まあ他の、入ったアカデミー生たちと共にこう切磋琢磨していく感じになっていくんですけど、ここでまたねテイストが変わりまして、新兵ものみたいなね、戦争映画とかでよくあるね、新兵が鍛えられるあのめちゃめちゃきつそうなトレーニングモンタージュみたいな感じがあるんですけど、ヘトヘトになりながらもついてくみたいな感じがやっぱこの定番としてね、戦争映画であるんで、ここを取り入れててね、あ、これはうまいなと。このしかもトレーニングモンタージュにしては結構な尺使ってると思うんですけど、全然だれないし長いなとも思わないんですよね。これがまたうまいですよね。だから編集がやっぱうまいな。かなりテンポよく進んでいくという感じでしたね。で、まあ特にあの後半のね、人がどんどん脱落していく感じとかも、このポーンって音の気持ちよさとこのテンポとで、見せていくっていうね感じでしたね。良かったですね。いよいよねプロレーサーをかけたね最終レースが始まっていくんですけども、ここからねまたうわニール・ブロムカンプの映画見てるわっていう感じがねすごくあったですね。この、エンジンのこのパーツのこの何回転、まあほんといろんなパーツのより、これ CG なのかな、さすがに、はい、これがめちゃくちゃかっこよかったですね。はい、すげえよかった。これがたまんない、気持ちいい、ずっと気持ちいい。まあほんとこの監督だから、こういうカットがあるなっていう感じですね。実際のグランツーリスモみたいな画面になったりして、あと SE ポーンっていう音もグランツーリスモっぽい。で、あとフリーズするんですよね。あのヤンの順位を見せるためにちょいちょいねフリーズ止めが入るんですけど、それもなんか、分かりやすいし、ちょっとスコセッシ味を感じるっすね。あそこはスコセッシもね止め結構使うからね、あのグッドフェローズとかね、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートとかで結構その止めでその上にナレーションかぶせるみたいなことをよくやってるんでね、はい、結構そのかっこよさみたいなものもあったりしてね、良かったですね。っていう感じでね、無事、プロレーサーにヤンはなるんですけども、そうするとね最初の試合出てきますね。で、あのキャパ
キャパのあの因縁の相手として今回出てきますけど、ダーティーな、うん、敵みたいな感じでね出てきますけどね。キャパもいいキャラクターでしたね、うん、金持ちの汚いボンボンみたいなね良かったですね、うん、でまあもうボロボロ最初のレースはボロボロであると、プロの洗礼みたいなことかなあそこはね。でなんだろう、この辺で僕思ったのがなんか結構ね、ずっとこの映画ね動きがあって、それがめちゃめちゃ面白いんだなーっていうところ、常に移動してるというかね、うん、それを意識してる気がするんですよね。あのカーレースものなんでね、アクションシーンは基本的にカーレースになってるんで、もう車はずっと動いてますという感じで、っていうのもあったり、あとはヤンがね自転車乗ってたりとか、日本とイギリスの行き来もあるし、ゲームのレースシーンでも移動を見れるようにもなってたし、あとまあトレーニングでも走ったりしててね、そこも移動であるっていうところ、映画においてのアクションのなんかすごい原点的なねそのものをめちゃめちゃ感じたんですよね。だからある種マッドマックスに見えるというか、はい、マッドマックスもずっと動いてる作品ですからね。だから映画の原始的な喜びみたいなものがもう終始ある、話が全く止まってないっていうねところが、かなり良かったポイントなんじゃないかなと思いますね。うん、あと、まあ、最初はね、街のちっちゃなゲーム屋とあと自分の部屋かから始まっていって、どん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 この戦う場所がねどんどんレベルアップしていくっていうのも、そこも気持ちいいポイントかなと思ったりしますね。あのなんだろう、そのまあ言っちゃえば少年漫画的というか、はい、かなりジャンプ味を感じるんですよね。まあキャプテン翼みたいなもんか、言っちゃえば、はい、元々モータースポーツだからね、うん、っていうところでスポコン作品なんでね、どん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 戦うレベルがね上がっていくっていうのも、いや面白いポイントだったなと思いますね。はい、もうインフレしまくっていい。でドバイで初めてその4位に入ってプロ契約するのかな、あのキャパのね車がクラッシュしちゃったりしてね、かなり緊張感がここはかなりあったなと思ったりしますね。その結構ニール・ブロムカンプもあの結構グロめのね SF 人体破壊描写みたいなこと結構やってたからね、その車破壊もねやっぱうまいんだなっていうねところはありましたね。でこの辺からね、あのジャックとヤンのねこの指定者みたいな感じもかなり出てくるなと、その卒業した後ぐらいからか、はい、かなりこの2人の信頼関係みたいなものが、かなり強くなってってるな。でプロ契約しにね東京に来ますっていう感じで、でまた東京の描写が出るんですけど、その夜景、東京の夜景ね、これもまたちょっと一味違ってて、東京タワーとスカイツリーを同じカットの画角の中に同時に見せるっていうね、これまた面白いことやってんなと思いましたね。これあんまやんないんじゃないかな、意外と。そうそう、だから結構ちゃんとしっかり東京を知ってないとこういうの撮れないっていうか撮らないんじゃないかな。うん、ちゃんと日本のシンボルっていうか東京のシンボルが何なのかってのをちゃんと知ってる人が撮ってるなっていう印象ですね。本当に好感を持てました。あとこのヤンとオードリーかな、はい、二人がね渋谷とか街を歩くんですけど、ここのシーンもそのしみったれた居酒屋が出てくるってのもめちゃめちゃいいんですよ。まあ入ってないけどそういう店もあるんだみたいなね、そのリアル本当の日本を見せてる、好感が持てましたマジで。このすごくちゃんと東京を撮ってるなというね。あとあのなんでソニーのプレイヤーなんか買ってたけど、あれもなんか秋葉の適当な店で買ってそうな感じもなんかいいしはい、中古じゃん多分それみたいなねところも良かったなと思います。これ良かったですねマジで、ちゃんと東京でした。はい、でこの辺でねなんか、あそういやなんかお父さんとの確執なんか全然すげえ中ぶらりになってんなと思ったんですけど、その思った瞬間にねレースを観戦してるお父さんが出てきてね、まあ出てきたわとは思ったんですけど、ちょっとねその一個だけこの作品ね気になるのが、その親子関係のところ、お父さんとのその確執みたいなところですね、ちょっと薄いかなっていうね。序盤あんだけね描いてた割に、うん、その中盤は全く出てこないしね、もうちょっとお父さんの視点も中盤とかに入れてくれたら、その辺の最後のね納得感はあったのかなと思ったりしましたね。はい、まあそんぐらいですね。まああのお父さんがね謝ってるところで結局泣くのは泣くんですけど、はい、号泣はしてるんですけどね、はい、っていう感じですね。まあそこだけですね、ほんと他はなもうほんと文句つけようがないなと思いますね。はい、で問題のねドイツの事故来ましたね。これはね
とんでもないシーンだったね。実際の映像もね、帰ってみたらね、そのまんまで、事故映像を完全再現することでね、この PTSD になっちゃうみたいなね、成功にやりすぎててちょっと批判されてるみたいなところもあるそうなんですけど、でもそれでもこれやるべきなんじゃないかなとは思いましたね。モータースポーツっていうものの怖さというか、それ自体をしっかり描く上で必要なシーンではあったんじゃないかなというところですね。常に死と隣り合わせで、自分が死ぬかもしれないし、ある日突然自分が人殺しになってしまう可能性がある。モータースポーツのリアルっていうものを見せるためにはこれは必要なんじゃないかなというのはありますよね。やっぱだし、あと主人公の葛藤ですね、主人公の成長を見せるためにももちろん必要な、シーンだったんじゃないかなというところでしたね。で、僕好きなシーンがねここあるんですけど、その実際の事故現場にね車で行って、でそれをジャックと2人でそのトラウマを乗り越えるっていうね、あのシーンがねまた良かったですね。ヤンがねお母さんと電話してもダメで、恋人のねオードリーと電話しても立ち直れなくて、でそこでね無理やり来たジャックに連れてかれて、レース現場に行くと。俺は事故を起こして人を殺してしまって、でそれでもうトラウマになって引退したんだ、お前は才能ある、ここでやめたらもう絶対に戻れないぞっつって、お前が運転してゴールまで行けっていうね、この鬼なんだけどレースで負ったトラウマはレースでしか癒せないんですよね、これはもう何にでも言えることだと思うけど、そのもので負った傷はそのものでしか癒せない、これを絵でちゃんと見せてるっていうのもいいし、事故ってゴールできなかったからね、だからちゃんとゴールさせてやるっていうジャックの粋な計らいもすごく良かったし、そのあと撮影も普通にいいしね。でここでこの2人には誰にも介入できないレベルでのこの信頼みたいなものがあるというのが生まれた瞬間だったなと思いますね。事故でトラウマになるところって完全にための時間じゃないですか、クライマックスのためのね。なんですけどこのためすぎない、あそこの尺もめちゃめちゃちょうどいい、はい、やりすぎなくて飽きないんですよね。はい、で終盤最後クライマックスですよ、ルマン、ついに24時間走るんですか、あれやばいっすね24時間走りっぱなしなんだね、すごいね。観客も24時間あそこにいるってことか、めちゃめちゃ大変だな宿泊施設とかあるんですかね、結構大変そうですねあれ。ここまでねちゃんとそのさっきしっかりねトラウマの事故のところでしっかり落としたんで、ここの上がりがね半端なかったで最初全然ダメなんですよね、なんかトラウマがフラッシュバックしちゃって、なんですけどその K2G ジャックがね無線で流すっていうねあれ面白かったですね、面白かったし、お父さんが直前で来ちゃったから聞いてないんですよね、あこれでスイッチが入るという感じでしたね。で復活してブワーッとごぼう抜きしてくシーンがまたここ鳥肌がえげつないですね。この映画で一番やばいシーンが来るんですけど、車の車体がねこうパーツになってカタ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 ッつってこう解体されてこうパンして回ったら最初の部屋になってるっていうね、いやーこれはめちゃめちゃこのもうこのシーン見るだけでもう超お腹いっぱい、これ本当見てよかったなと思ったし、ニール・ブロムカンプじゃないとできないなと思うし、復活おめでとうっていうね感じが本当ありましたね、あのシーンには。あ本当素晴らしい、鳥肌半端ないですあそこ、はい、でみんないい行くからさつって、もう自分のコースで行こうと思うんだよねみたいな感じで覚醒するんですよね、ここで完全にここ回想シーンになってる感じなんですけど、単純にねそのファンつってなんかフラッシュバックみたいな感じで回想シーンになるんじゃなくて、こうシームレスに序盤であったねゲームが実際のレースに体感してるような演出の CG じゃなくて、実際のレースが家でやってるゲームとイコールなんだっていうね、違いがないんだっていうのを見せるシーンでもあるし、このお父さんとの重要な会話だったんだみたいなね、この家族の絆みたいなものもちょっと描けるしね、ここマジで今年指折り級にベストカットなんじゃないですか、とんでもなかったですね。で、ガンガン抜いてくるんですけど、このなんだっけ前の車と6秒差だみたいな話が出てね、はい、そこで6秒差をどう見せるのかなと思ったんですよね。まあ普通の映画だったらねそのカーチェイスのシーンとかねよくあるけど、その関係性を見せるのにねこのドローンとかヘリとかで撮ってるようなね一つのカットの中にね、2台車乗せて距離感を見せるみたいな感じで、やるんですけどね普通は。なんですけど今回はね時間で距離感を見せるっていうね
やり方、これがめちゃめちゃ良かった。レース場の上に車があって、その上を車が1台ファーンって通過していくと、はい、で6秒経ったらもう1台通過するっていう、この時間でその前の車との差を見せるっていうのがめちゃめちゃうまいなと。いや、この見せ方は見たことないと思って、これはめちゃめちゃ上がりましたね。超良かったです。もうレースシーンがいっぱいあるからね、手詰まりになりそうなところなんですけど、この最後のねクライマックスのレースで、ね、めちゃめちゃいろんなものをね見せてくれたなと思って、これはね監督としてとんでもないなと思いますよ。やっぱゴールした後にね、あの5歳の時の自分の写真がねちょっと出たりするんですよ。これがまた熱いでしょう。終始スマートだなっていうのをねめちゃめちゃ感じましたね。うん、もうだからそのやりすぎないんですよね。うん、それがすごく気持ちいいっていう感じでね、エンドロールもね、エンドロールとかエンドクレジットかな、エンドロールの前の、はい、あそこもね、あのゲームを作ってる段階の、まあ、制作の過程みたいなものがね捉えてたんですけど、そのなんだろう、車をデータに解体してで再構築していく、ゲームの中に再構築していくっていうこの、創造と破壊です。これを、その最後の、エンドクレジットでやってました。アートというかエンタメというかね、そういったものってやっぱスクラップ&ビルドだなと思うんでね、そのスクラップ&ビルドの結果生まれたゲームグランツーリスモが、うん、レース業界の中に新しいものを生んだっていうねところで、まあその通りなんじゃないかなと思う、エンドクレジットでございました。のニール・ブロムカンプが監督してるっていうところも、この人ねもともとハローのね映画化とかしようとしてたぐらいなんで、やっぱそのゲームとかそういったものの造形がねやっぱ深いなというねところがあって、 SF じゃなくてメカですね、メカへの愛がねとんでもないんで、本当に適任中の適任、これ以上の人がねいないんじゃないかと思うぐらい適任でしたね。はい、素晴らしい。テンポもむちゃくちゃいいし、もう本当無駄がない、無駄がない2時間半になってたんじゃないかなと思うね。うん、素晴らしいですね。負け犬たちがね這い上がっていって結果を残すっていうね、このロッキー的なストーリーですね。これはもうみんな好きだから、はい。もっと言うとロッキーだし、ベストキットだし、戦争映画でもあるし、戦争映画っていうかまあ新編ものですね、そういうところもあるし、あとはその車映画というか、まあワイルドスピードとか、フォード VS フェラーリとかいろいろあるけど、そういうね、車映画でもあるいろんな要素を取り込んでるっていうところがとんでもない映画なんじゃないかなと思いますね。もっとヒットしてほしいですけどね。いや面白かったです、とても。よければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。 X だったり、デモ音源配信中だったりしてますんで、この概要欄の方からね、よければご覧ください。それではまた。